はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、自分がですね NFT というものを始めましたということでですね、詳しくお話ししていこうと思うんですけれども、まあちょっと前からね、その NFT でイラスト描いてますっていうことで宣伝はさせてもらってるんですけども、ね、その YouTube の方でですね詳しいお話をしてなかったので、まあこのね始めた経緯についてまずちょっと解説していこうかなと思いまして、今回作りましたんでよろしくお願いします。ではまずはじめにですね、私2022年1月末よりですね NFT のイラストというものを発表するようになりました。でこれはですね、まあ、こちらのスライドをね右側の方に貼ってあります。こういったイラストをね作って発表してるんですけれども、じゃあそもそも NFT とは何なのかと言いますと、これはですね非代替性トークンと言われているものでですね、これだけだとわからないので、より噛み砕いて話すと、イラストなどのデジタルデータ、これをですね、1枚もの、オンリーワンのものとして販売できるっていう、まあそういう仕組みになってます。で、詳しく知りたい方はですね、これをさらにわかりやすく解説してくれた動画は概要欄に貼っておきますんで、そちらをね、見てもらえたらと思います。で、自分はですね、去年の秋までイラストっていうものは全くの未経験だったんですけれども、じゃあどのようにして NFT を始めたのかということをですね、今回時系列的にちょっとね経緯をね話していこうかなというふうに思います。でまずですね、ことの発端がですね2021年の秋なんですけれども、それまでは小説と YouTube の2本柱で創作活動をしていたんですけれども、 YouTube のスライド作成中にですねふとひらめいたんですね。このスライドでですね、もしかしたらイラストが描けるんじゃないかということでですね、まあ自分はですね、WPS プレゼンテーションっていうソフトをですね、動画作るときに使用してまして、これはほぼオフィスのパワーポイントと機能は同じものになるんですけれども、で、これでですね、イラストを作成したらですね、まあ先ほど貼った画像のようにですね、それっぽくできたわけですね。じゃあこれをどこかで発表できないかということになってくるんですけれども、そこでね、いろいろ調べていくうちに、まあ、NFT アートというものの存在を知るようになりました。で、これが大体ですね、11月頃のお話なんですけれども、ただこの時にはですね、すぐには NFT を始めませんでした。じゃあなぜかと言いますとですね、もうこれ NFT の仕組みがわからないし、始めるまでの手続きっていうのが非常に複雑だったんですね。なので、ここでまず秋に1回挫折をします。で、挫折をしたまま、まあ12月に入るんですけれども、この時にはですね、創作活動に少々行き詰まりがありまして、小説なんですけれども売れ線を目指した作品がですねあまり手応えがなかったんですね。で何人か創作仲間に読んでもらったんですけれども反応がちょっと微妙でですね、でしかもこう自分がですね割と執筆速度が遅い人なので、まあ書いているうちにトレンドがどんどん変化してきたというのがあるんですね。でさらにプラスでですね、短編小説をコンテストに応募したりしたんですけれども、こちらもほとんど読まれなかったということでですね、まあ自分のちょっと小説創作の限界みたいなのを感じ始めていた時期でした。で加えてですね、 YouTube の方もですね小説創作のちょっとモチベーションの低下に引きずられるようにしてですね、ちょっとこちらですね12月の半ばに体調を崩してしまいましてですね、年明けまで活動休止ということになりまして、まあ、その説はね本当にご心配をおかけしたんですけれども、でこの時もですね NFT の存在っていうのがちょっとね脳裏にちらついているような状態でですね、で1月に YouTube 復活した後もですね、なんとなく NFT の存在がずっと気になってて、この状態が続いているような状態でした。年が明けまして2022年の1月なんですけれども、まあこの時にですね、自分の創作活動にちょっと新機軸を置くようになりまして、まず YouTube で取り扱うテーマというものをちょっと拡大してみました。具体的にはですね Twitter スペースだったり SNS の運用というところまで、取り上げるようになりまして、 SNS の、まあ、情報収集っていうのをするうちにですね、やっぱり再び NFT の情報っていうのも見かけるようになってきて、そういったことがきっかけでですね、もう一度 NFT を勉強して再チャレンジしてみたんですけれども、この時勉強してちょっと分かったんですけども、本当に11月に挫折した時とやっぱり違いがありまして、でこれ何かって言いますと、人口がね NFT 使う人口っていうのがちょっとずつ増えてきてて、で初心者向けの情報量っていうのが以前に比べて増えてきたんですね。
だからブログとかノートとかそういったところでですね、その NFT の始め方について解説をしてくれる人っていうのが非常に増えてきました。で、そういうこともあってですね、 NFT 制作の環境っていうのが、だんだん整ってきまして、で、これでOpenSea っていう NFT 販売の最大手サイトがあるんですけれども、こちらの方で、設定が無事できて出品を開始したということでございます。で、これがだいたい1月末頃のお話ということになるんですけれども、まあこうしてですね、NFT の方を始めまして、じゃあ今後の方針ということで、私どういう活動をしていくかということなんですけれども、やっぱりね、NFT 非常にこうイラストの方にも力入れて書いてまして、しばらくやっぱり NFT のイラストにはちょっと注力していきたいなというところでございます。ただですね、小説執筆だったり YouTube の配信、これもね並行して、できれば継続していきたいなというふうに考えてまして、で、特にね YouTube の方ではですね、今後 NFT の情報なんかもね盛り込んでいけたらちょっと面白いのかなというふうに思っております。で、小説とかスペース関係の情報っていうのもね、継続で配信していきたいと思ってますんで、そのあたりは、ご心配なくということでよろしくお願いします。で、ただですね、やっぱり今まで通り全部続けていくとなると結構ちょっとスケジュール的に苦しいところがありますので、自分がねいつも発信してましたノートの読書記録なんですけれども、こちらに関してはちょっと、月2回の投稿からね、月1の投稿で、申し訳ないですけどちょっと間隔をね空けてやらせてもらおうかなというふうに思っております。でね、やっぱり変わる部分っていうのもあるんですけれどもね、今後とも、YouTube 小説、まあもちろん NFT もですね、まあ、楽しんでいただけている方はですね、今後ともぜひよろしくお願いしますということで、今回の本題のお話以上になるんですけれども、最後にですね、今回のオチということでちょっとお話ししますとですね、なんと、2月の25日にですね、絵が初めて売れました。で、こちらね、以下の2作品ということで、この左側がですね、鉄塔という、まあ、自分にとって5作品目の発表作品で、右側の方がですね、フォレスト&ウルフっていう4作品目の作品でございまして、で、この2作品にですね、買取のオファーが来ましてですね、で、さらにその次の日26日にですね、出品作品すべてに、買取オファーがつきましたということでですね、オファーをくださった皆様本当にねありがとうございます。で、これを励みにね NFT の創作活動頑張っていきたいと思いますんでね、引き続きよろしくお願いしますということでですね、今回のお話以上になります。これからも YouTube と小説、それから NFT ということでですね、創作の幅が広がりましたけれども、今後ともよろしくお願いします。ということで今回のお話以上になります。どうもありがとうございました。